ロタ島はアメリカ合衆国内の自治領、北マリアナ諸島の島の一つである。北にはテニアン島、南にはアメリカ合衆国巡州のグアム島がある。面積は85平方キロメートルで、他のミクロネシアの島々と同じく、マリンスポーツやスキューバダイビングなど観光が主な産業であり、日本人旅行者も多く訪れる。 ロタ島、ロタ島の一ロタ島は中央部がくびれた形をしており、それを境に東部は平坦な地形をしている。一方、西部はサバナ高原やタイピンゴット山など起伏に富んでいる。スコールが多いため、サバナ高原には地下水が溜まり、水質も良いことから飲料水として利用されている。日本統治時代、清らかな水と、 必順な気候という好条件に恵まれた、サバナ高原のふもとに醸造所が建設され、日本酒、南の誉れが生産されていた。太平洋戦争中、米軍の攻撃をあまり受けなかったため、サイパンやテニアンとは異なり、島全体に原生林が多く残っている。アメリカ国勢調査局主な町日本統治時代のロタ、太平洋戦争中は、ロタでは、 地上戦は行われず、周辺から孤立した状態に置かれた。空港多がストーン遺跡テテトビーチ宿泊施設の口、ゴロ三井由リロタで挙式を行い、結婚披露宴が日本テレビにより、全国に中継放送された。そのことが縁で、北マリアナ諸島の観光親善大使に、夫妻で任命された。 http://www.blue-palms.com スラッシュインデックス .html ダイビングショップブルーパームスダイブサービスロタ https://www.facebook.com スラッシュ blue-palmsrota ありがとうございます。